はい皆さんこんばんはセミヤミですえっ、ー、と実はですねイントロはもうすでに撮って始めたんですけどもう1回イントロを撮っていますなぜかというとですね話が喋り出した時に迷惑に見えてないことがいくつかあったんですがそれを最初にお話ししますこの動画はですねリクルート社が、えー、そのオンラインセミナーにおいてですねリグラビとかのえっ、ー、とそのやらせをやらせをしていたと学生のふりをして質問したりしているそういうことについてね。 えー、やっていたっていうことが、えー、内部告発があってでそれでそれに対してですね、えー、謝罪文っていうのを出したんですでもそれがですね、まあ、ちゃんと問題分かってんのかっていう感じが私がしたので,でその、ね、何がいけないのかっていうとそれはまあ騙ますっていうことなんですよねものすごく小さなことかもしれないけど騙す人の運命を決めるときに騙してそれを決めさせるっていう行為が、えーとそのまあ、カルトとかの 勧誘手法とと同じことになってしまうんで,す、ね、でそのでそういうそのカルト的要素みたいなものをですねそのリ,クリクルートというのは極めてですね重要な企業が普通の就職活動で展開しているっていうのはとても怖いことですしかもその怖いことを怖さを認識していないっていうのは怖いことですそれについてですね同じようなこの桜の仕込み事件があった、えー、九州電力がですねプルサーマルという,という危険なですね プルトニウムとウランを混ぜて発電するっていうことをやらされる時にですね一応討論会みたいに開いた時に質問したですね推進側の質問した人の8人のうち7人がですね九州電力の社員だったっていうこれに関してですねそこに出演しておられた大橋弘忠教授っていう方がですね東京大学の「何が悪いんだい」みたいなことをですね えー、ホームページに書いておられることがあったんですけどもそういうことにも現れるようにですねそのそのなんていうかちょっと些細なことに見えるかもしれないけれどそのこう人を騙してうまいことうまいことやるっていうことの持ってる恐ろしさっていうのが、えー、に対する無感覚が広がってるっていう、まあ、そういうことを感じます。でこれはですねあの社会全体として見た場合 社会のは非常に非先形性がこの私が「複雑さを生きるでです、ね」で議論してましたように非常に非先形性が強くて、えー、その不安定なんですねでそれだからそ,のそういう変なものが入ってると悪循環が一気に起きたりしかねないっていうことが常にあるのでいやそれおかしいよう、ね、にいやそれはしたもそれは駄だよっていうことがパッと何人かの人が言えるっていうかどうかがですね社会の運命を決めるんだと思うんですね。 まあその点そのことをですね、えー、お話しする動画になっておりますのでぜひ、えー、ご覧ください皆さんこんばんは安田美美です、えー、今日はですね誤り方っていう問題について考えたいと思います謝罪って何現代日本社会において正しい謝罪とはという問題をですね考えてみたいと思いますでそのネタとしてなぜそんな話をするかというとこの記事が出ていたからです リクルートが桜行為を認めて謝罪オンラインセミナーで学生を襲う質問投稿という記事が出ていました IT メディアニュースというところです、まあ、とりあえずこの,このニュースをですねちょっと取り上げて、えー、追ってみたいと思います、まあ、この記事ではですね、まあ、読みましょうかねリクルートは6月5日学生向けオンラインセミナーで桜行為があったとする一部報道について謝罪したとオンラインセミナーの質問コーナーにて同社社員が参加学生を装って質問を投げかけていたことや 学生に対して不適切な殺言をしていたことを事実と認めたと。一部報道によると、なんで一部報道なんですかね、えー、同社では、社員が学生を襲って質問する行為を少なくとも20件以上のセミナーで行っていたという。同社は、えー、報道を受けて社内調査を実施一部社員が桜 <laughs> <社> <laughs> 行為を行っていたと判明した。同社によると、えー、と質疑応答講座において、 参加学生が質問しづらい雰囲気になりがちだったことに対し質問しやすい雰囲気づくりのきっかけとして過去の代表的な質問をその場に投げかけていたと説明。質問の内容はオンラインのイベントは出入り自由ですかイベントには私服でで参加してもよいですかなど、えー。同社は、えー 弊社社員が質疑応答の際に参加学生を襲い質問を投げかけた行為や桜などの適切不適切な表現を求めることについて不適切な行為だったと大変厳しく受け止めているとコメントし社内教育や契約活動を通じて再発防止に努めるとしているということですね。で,でまあ一応ちょっとこのせっかくなのでこの味わい深い文字を見てみましょう。えー、何をどう謝ってんのかと。 こ,ちらですね、これがあのリクル株式会社リクルートが出した文書ですがまず一部報道について <laughs> これあの三浦瑠麗さんのえー、山猫総合研究所についてもですね一部報道っていう言葉が乱発されていてなんでそういうことをすんのっていうことを清水さんとだいぶツッコミを入れましたがなんとこんな大きな 上場企業というか,でっかい非常に大きな独占的な企業でもですね一部一部報道っていうんですね問題を矮小化しようとしてるっていう感じがプンプンして非常に良くないですで、えー、6月4日より一部報道で言及されております学生向けオンラインセミナーにおけるす等コーナーのどによつきまして学生の皆様に対して不適切な行為発言がありましたことを心よりお詫び申し上げます本件について弊社社内に これね、えーと、じゃあ何をしたのかっていうのが実はですねこれそもそもがこのツイッターに出たんですよね、えー、ツイッターのですねこちらですねえっ、ー、とどこだったかな滝沢ガレソさんという方がですね、えー、独自就活サイト「リクナビ」でおなじみのリクルートして「リリクナビ」でおなじみって っていうようよなレベルではないと思いますがリクルート社に関してオンライン就活セミナーにて同社が組織的に桜赤で学生に扮して質問誘導リクナビ登録誘導を行っている一部大学を動物園扱いしているとの内部告発垂れ込みがありましたという記事がであの投稿があったんですねでこれ見るとですね結構刺激的ですよねえっ、ー、とこちらの これがその垂れ込まれたもののようですけども大変だけど意外といけたような自分の質問に自分で答えるのはつらすぎただけ <laughs> いいねありがとう今誰々まるがやってくれた桜内容をこれ型化して共有会しようとしてくれているようなので是非2人のコラボに期待しています早速桜の活用してるびっくりよくある質問例としてチャット テンプルに残してもいいよね。動物園を見事に手がって手けて手なずけてて素晴らしいです。桜をしとめるってオンラインならではですね貴重な学生の声が集まっていいですね参考にさせていただきます。めっちゃいい真似するっていう、まあ、そう <laughs> すごいっすね。えー、まあこういう感じで出ておるようでしてでこちらはですねうんと、 もっとたくさん出てますけど、えー、皆様桜隊員ありがとうございましたもう誰が桜で桜じゃないのか <laughs> 中に桜質問イベント申し込みに関する事務的な質問を入れてオンラインん何やがする桜の皆さんに救われました桜ならもっと分かりやすく教えて桜端末で最初のことか流しておくと丸トークももちろん大事なのでアナウンスとし桜として自分もコメントしましたりしました 帯正しい量の桜行為がヒットっていうことでですねえー、なんかみんなやってるっていうことが明らかになったようですで,ですこれねあのー、まあとにかくそのすごい広い範囲で、えー、桜がやっていると。 でポイントは前日予約制桜仕込んで申し込みの質問をさせる再度,仕込みのせ再度申し込みの説明実施桜質問を実施 Zoom の個人チャットでしゃ宛てに申し込み方法に関する質問が来た定位で演技し申し込みに関する質問ありがとうございますもう一度一緒に申し込みしてみましょうと次応答時間中に複数回ブロードキャストを実施とかう言って。えー そうか適度に危機感をありつつ終始学生に寄り,つつ寄り添いチェアアップする姿勢を維持し信頼を売るなどがですね書いてあるという大変な,なんつうかあの何と言ったらいいんでしょうねこんなものをまあそういうことをずっと継続的にやってたようですでこの態度がすごいですね でまあ、この何を謝罪したかというと本件について弊社にて社内調査の上事実確認を実施した結果学生向けオンラインセミナーの質疑応答コーナーにおいて弊社社員の一部がまた一部ね、えー、参加学生を襲い質問を投げかけていたことや学生の皆さんに対して不適切な発言を込んでいたとい,ということが分かりました。まあ、これ動物園とかですよね。でえー で当該行動については、えー、昨今学生向けセミナーがオンライン形式での開催となる中ここからは言い訳ですね失業のコーナーにおいて参加される学生の皆様が質問しづらい雰囲気になりがちであ,るなりがちであったことに対し質問しやすい雰囲気づくりのきっかけとして過去の代表的な質問をその場に耐えかけていたものでした。 より具体的には例えば以下のような質問を投げかけておりました。オンラインへのイベントは出入り自由ですかイベントでの私服で参加してもよいですかこれね、この部分は本当によくないですね。うん、もうだから、この垂れ流されたっていうか、ツイッターに出ているものから見ればですね、そういう本当の話じゃないのは明らかですね。あの、もっといろんな意味で。 悪意が困っています <laughs> えー、まず、まあ、まあ動物園扱いをしていてその手なずけるみたいな観点でいるという事実でそれをですねかつその「本当に桜とかしていいんですか?」みたいなやつにい,いや私しれっとやってますよ」みたいな感じでで,かつでみんなですね 何そそえー、とちょっとちょっとダメかなって一瞬思う人もいるみたいでしたけどそんなこと言ってる場合じゃないよねっていう感じで流れていることは明らかでした。でそのなんていうの、えー、と良い雰囲気を作るためにやったことなんですって言い訳をしてますけど違いますよね。これはさしかもその、えー、と例えばだからさっきの出ていたですね、えー 申し込みの仕方をもう一度教えてくださいじゃあ一緒にやってみましょうとか言ってもう一回やってっていうのはこれ雰囲気づくり関係ないですねあのた明確に誘導してますよねだから、えー、基本的にはですねこのわなにこうおいで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 って言ってこう呼び込んでガブッていうやり方とも基本的に同じことをしているわけなので雰囲気づくりとかって言い訳してるするのはね 非常に良くないいと思いますでおオおラインのイベントは自営利自重ですからイベントや宿題なんか自由でこその比較的当たり障りのないことだけを書いている。いけませんねこういうことしちゃう。で弊社としましては弊社社員が失業を取る際に、えー、すみません出てませんね。 学生をよそい質問を投げかけていた行為や「桜」など不適切な表現を用いると不誠実な行為であったと大変厳しく受け止めておりまして全然大変厳しく受け止めている感じがしないですね一番すごいと思うなと思うのはこれはつまりですね「あの桜」って言ったのが良くなかったから社内用語でですね サーキュラーとか言えばよかったんだ。まあ、ちゃんとサーキュラーとか言っとけよお前、桜とか言ったらダメだろうっていうことですよね。だから、桜って言ったのがよくなかった。という総括になっております。すごいですね。えー、これはまあ全く反省していない。ということははっきり出ております。で、大変厳しく受け止めているけど、今後このような行為が再発しないよう、社内における教育、啓発に一層注力してまいります。 でまあ、このような行為って何かっていうとですね多分あの垂れ込みのことなんじゃないですかね今後垂れ込みとかが発生しないようにちゃんとあの厳しく教育しておきますっていうことではないのかという気がいたします、えー、すごいですね山猫総合研究所並み同 <laughs> レベル、えー、危機感がなっておりませんがまあ何が問題で何でこうなるのかっていうとですね 基本的にはですねあの何が問題なのか分かってないってことですね。で何が問題なのかっていうのをですね真剣に考えると実はこれ結構難しい問題だなって思いました。まずですね、えー、そのオンラインセミナーにおいて、えー、いや今の全体の構造ですね何が問題だったのか。まず一番問題なのは、えー、この誘発する。 学生のふりして、えー、じゃあ一緒にもう一回やりましょうみたいなことをやってるのは何が問題かっていうと騙してますよね。騙しちゃいけませんよね人をね。人を騙してはいけないっていうことが一番大事じゃないですか学生のふりして質問してるっていうことは、えー、これは学生の発言だなとみんな思わせるわけですから騙してますよね。 でその騙したっていうことについて認識ないと思うんですよ。これね。で、それまず一番いけないのは桜っていう言葉を使ってしまったのでサーキュラーとかって隠語にすればよかった。ね。えー、弊社社員がするいことで学生よそおい質問ないかけよそよそって質問でもそれなか雰囲気をよくしたかっただけなんです。言い訳になってません。騙してるんだから。 嘘をついてるんですよねじゃあなぜこれはいけないっていうふうに思わないのかおそらく嘘をついてはいけないと思っていないっていう,うではないかと思うんですよささいなね大きな嘘例えば給料嘘ついちゃうとか、まあ、分かんないけどなんかその法律に引っかかるようなことは嘘をついてはいけないが それ以外のことは適当に嘘をついていいという嘘をつくべきであるもしそうでなければですねあのさすがにダメかなみたいなことを言ってる時にはシャリッと待ってはせますよとかですねそれから上司が、えー、社内調査によるとですね、えー、直接指示していたようですこれね、えー、質問はまず桜仕込んでね以前共有した東海グループをまる 自分でガイダンス運営和社質問の桜回答と一人上手テクナレッジ一人上手テクナレッジ共有いただいてます頑張れ自分でガイダンス運営和社質問の桜回答と一人でやれと上司が指示しておりますねこれ全部騙してますよねなのでうん 騙してはいけないっていうのが分かってないっていうことだと思うんですだから、えー、でなぜそうなるのかっていうと法律に触れないようにちゃんと騙す仕事をやってねということになっておるのではないかということが推察されます でそれとですね、あのそのなんかツイッターで出てきたその竹林、えー、垂れ込みの内容よりも、えー、この声明かなり後退しているので社内調査をねしたのかあのツイッター見ただけじゃないのっていうぐらいやる気が感じられないですねで20件以上あったことも否定できないとかって書いてあったんですけどちゃんと調べろよな っていう感じですが、えー、なので、えー、とつまりそのこういうものの考え方っていうのはですね実はその非常に広い範囲で見られることですね。私がまあこの,この、えー、と桜ですごくすぐ思い出したのは、えー、九州電力がプルサーマルっていう。 ウランにプルトニウムを混ぜて、えー、それでですね、あのー、発電するっていうやばい方法を導入させられたんです一番最初にでその時にそのプルサーマル討論会っていうのを開いたんですけどで小出博之さんを呼んだりしてねわざわざねそういう反対派の人もでそこでですね、あのー、東京大学のです、ね、大沢教授いや大橋教授、えー この東京大学のです、ね、大橋弘忠教授っていう方が2005年12月に佐賀県主催で行われた討論会に登場してです、ね、それがこのホームページに出てそれから原発事故後にです、ね、ものすごく態度がひどいので、えー、セク日本社会にですね新撼せしめたと言ってもいいぐらい私も見てですねギョエーってなりましたけど、まあ、まあとから小出さんとかそういうその反対派の方のです、ね、発言のとかも、ね、鼻で笑う。 めちゃ気持ちの悪い、えー、行為を繰り返すので、すげえなーと思ってで、それであのー、東大和法という本でも詳しく分析したんですけども、でこれであのー、それに対してですね弁明みたいなあの2012年2月18日28日自分のホームページに出したんです。これもあのーえー、体感されたからだと思うんですけどももうないです。が、えー、トゥゲッターとかに残っていてですね。 これ私が、まあ、これあの見たのはツイッター上で、えー、押川先生っていう東京大学の先生が引用しておられるものが残ってたのでそれを今出しています。まあ、ここで注目するのは何かっていうとですねああのー、まあ、ここでねですね後から、えー、この討論会に、えー、九州電力の社員がねいっぱい仕込まれていてでそのうちまあすごかったのはあの農民のふりして農民の 出て社員がね出ているということが後から明らかになりましたでまあそれに、えー、と何が起きたか,のかっていうのは当時の記事はですねもうなんかあのネット上では公開されてないんですけどもあのこの九州電力のやらせメール問題っていうのがあってですねそのやらせメールっていうのは あったんですけどそれ以外にですねこれそれについて調べていたら、えー、討論会でですね18人が質問に立って賛成派が8人そのうちですね7人が九州大学関係者だったとほとんどが九,九,九州電力関係者だったとほとんどが九州電力が用意した原稿を読み上げる形で発言、えー、最初に質問した社員は手帳を見ながらですね 危ない危ないって言われてあ農民ですって言ってですね危ない危ないって言われて限界1号機が運転を開始し30年近く経つが私の家で作っている米とか野菜とかが放射能の影響で売れなくなったことなんかありませんって言って言ったりしてるんですね。人人のうち7人ですすすよ。すごいでまあ、ね、それもすごいんですけどでそれに対して先ほどのですねその大橋教授のがですねわざわざ研究室のホームページにえー 弁明を出してるんです、ね。2012年の2月の28日だったんですけどでこの弁明の中でですね、えー、このやらせ問題についても言及してるんです。でやらせ事件でこれがすごくすごいなあと本当にすごいなあと思って、えー、思った部分なんですが、えー、とこのやらせ事件に関してですね、えー 九州電力のいわゆるやらせが問題だった。私は佐賀県から依頼されて登壇したものでかなす内容や質疑なんにす、ね。い九州電力の連絡は一切なかったまあそれはいいです。このあとですね客観的に言えばこの種の討論会は賛成派も反対派も動員をしてそれぞれの立場から質疑を行うのは当然であり違和感はない国会答弁でも何でも同じだろう目立ってたがり屋の弁護士さんがやらせやらせと言い出しそれに社会全体が翻弄されてた時だけではないだろうかつっ,って。 いだ騙してるよねっていうことね騙してますよねっていう人を騙してますよねっていうことが問題にならないんですよねでその「そんなの当然だろ誰だってやってるよね?」っていうことなんですよ「動員だから」とか言って「いや動員じゃなくて嘘ついてますよね」っていうそこがですねすごいところですねこの種の問題の。 だからその適当に嘘をついて、えー、と人をだまくらかしてうまく誘導するっていうのは、えー、こういうなんちゅうの仕事においてはですねリクルートとか九州電力とか、えー、あるいはこの東大教授とかさそういう職業においては当たり前のことなんですね。で人をだましてはならない。 そうついちゃダメですよ、えー、特に就職活動とかってすごく人生にとって重大な問題なんだからだからいろいろですね政府だっていろいろ規制かけたりとか行政指導したりとかいろいろしてるわけですよ。でそれをそのリクルートっていうね最も中心的な企業が騙して。 いることについてね。騙していることに騙したというのは、まあしょうがない。騙していることについて。認識をしていない。反省していないとかじゃなくて認識をしていない。今のももう,もう一度戻りますね。もう一度この味わい深い。謝罪文と称する。称してないけど。 そう謝罪文としかそう書いいてないです。一部報道についてという文書なんですよ「株式会社リクルート」ねえー。で「こ,こよりお詫びします」って書いてるけど学生の皆さんって不適切な行為発信があって。不適切な発信を行う なんで不適切なことを言ったのかっていうと質問しづらい雰囲気になりがちであったことに対して質問しやすい環境づくりのきっかけとしてやったんですというふうに言っていてでそういうふうにこの桜を仕込んでその騙すなんてことをやってしまったということは認識せず桜などの不適切な表現を用いてサーキュラーとかっていう言い換えをしなかったちゃんと隠さなかったっていうことを問題にしてるわけですね。 まあすごいと思います。こういうなんていうかな。で、これがですね、やっぱりその、まあ、この偽装国家っていうふうに日本のことを呼んだりすることもありますけども、なんていうんですかね、そのこう、うまく、あ、こう、くらかして、こう、持ってきて、っていうようなことをですね、えー、それはいけないんだ。ということを、 認識してないってことにななとこにりますよ、ね、で、まあ、今日たまたま、えー、とこういう本を読んだ「さよなら親鸞会」っていう本を読んだんですこの瓜生隆さんという方は、えー、新州大谷派の住職さんなんですけど、えー、サラリーマンの家に生まれてなんか学生時代に、えー、この親鸞会というねちょうど新宗系の信仰宗教団信仰団体ですね で,でここの、この団体のことをですね、えー、カルトと言ってはいけないんですなぜ。なぜかというとですね、カルトと言ったらですね、訴訟を起こされます。だからあの、カルトと言わないようにって、ここに書いてあります。で、その、つまりカルトというと、訴、え、訟、ー、を起こすような団体であるというのは事実だと思うんですけど、でその、 でカルトかどうかっていうことについてですねあの詳しくお話をされていますそれでそのじゃあカルトかどうなのかを検討しましょうということで、えー、その、まあ、マインドコントロールとは何か西田公明さんっていうのかなっていう本の中でですね、えー、破壊的カルト最も警戒すべき反社会性が認める場合は破壊的カルトって4つの特徴が挙げられていると1虚偽と欺瞞の組織 2入会脱会の自由,の自由を剥奪3組織のトップとメンバーとの間の支配・隷属関係4公共の利益と福祉に反する活動と、まあ、このうち1から3についてはそのこの会という団体はですね当てはまってると思うけれども4に当てはまってるとは思えないのでこれは躊躇するとそういうことあるのかもしれないけどオウム真理教みたいにね明確に当てはまってるとはやっぱ言えないからカルトなんて言ってはいけないだから、えー、その 断会ははカルトででないといととうことをですね私は明言しておきたいと思いますが、えー、じゃあ何なのかっていうとまず第一にですねその信州、えー、大谷派とか本願寺派みたいな伝統的な浄土信州の団体ではない信仰団体であるということははっきりした方がいいだろうと書いてあってそれからですねカルトと言わないカルトと明言,言するのでやめた方が良いこれは信頼界がカルトではないと言ってるのではありません。 カルトかどうかを判断する明確で統一された基準がない上に親鸞会は自分たちを批判する人に対して法的圧力をかけてくるからですというわけなのでカルトという親鸞会というか団体はカルトというふうに言ったりしたら法的圧力を訴訟を起こしたりしてくる団体なので言わない方がいいですということが書いてありますまあそういう団体だということですねなのでこの差別だとか言ったりするとですねあのすぐ訴訟を起こしてくるような団体というのはえー 非常に危険な団体だというふうに一般に言っていいのではないかと思いますがそれと同じようにですねカルトだって言われたらすぐ,さすぐに訴訟を起こしてくるようなあの、まあ、例えばね「新種大谷派なんてカルトだよ」って言ったって別に訴訟を起こしてこないですよね <laughs> だから、えー、そういう人にちょっと言われるとすぐ訴訟を起こすような団体であるということ自体がですねある種の特徴付けになると思いますが、まあ、それはいいとしてそのじゃこの虚偽と欺慢って何なのかっていうと えとその診断会ですと言って、えー、勧誘したりしないでそのダミーサークルを使った正体を隠しての勧,勧誘っていうのがものすごく行われる、まあ、この人自身もですねそのダ,ミダミー団体ダミーサークルから入ってるんですよねで実際自分でもですね12年間ぐらい一生懸命活動していてそのダミーサークルとかいっぱい使ってやったというふうに言っておられてでこれがやっぱりね非常に危険なポイントなんですよ第一ポイントなんですね。 その騙してる。入る時に騙すっていうのは、えー、そのカルト的組織のですね、えー、特徴のやっぱり非常に大きなものであるとでそういうところにですねそのつまりその就職とかいう場面においてそ,のそういう虚偽が入ってるしかもそのなんかこうやらせがあって、えー、なんていうことがですね行われてるっていうのはやっぱりかなり怖いことなんですよね。 でそのことにこのリクルート者自身があんまり気が付いてないような文章を出してくるというのがですね結構怖いなっていうふうに思いますん、ね、で一部報道っていうしね <laughs> でそういうことに対するですね感性っていうのが、えー、欠落しているっていうことがですね、まあ、とっても怖いことかなっていうふうに私は感じます。 でまあ、これがあの私が今、えー、書いて清水さんがですね販売してくださっている、えーと「複雑は生きる」っていう本でもう十何年14年ぐらい前かなに書いた本で、えー、岩波書店から販売していたんですが当時は2,200円で販売しておりましたが、えー、今はですねあの絶版になってしまいましたで。それで清水さんが復刊してくださってですね今あの解説動画作りで販売しています。 こちらがその販売ページで現在は3万5,000円という価格になっていて、えー、10時間の動画がいいていますそしてさらにですね今これに関して私が詳しく、えー、自分自身で、ね、この10時間動画は清水さんと一緒に撮ったんですけども、えー、一節一節ですね、えー、詳しく説明する動画を撮っていてまもなくこれをですねすで、えー、に買ってくださった方に対して、えー、先行販売するということですので今のうちにこれを買っていただくとですね えー、早くそして少し安く手に入るということになるかと思います。で,、えー、でこの本の中でですね私がだから、えー、取り上げた問題っていうのはその非線形性っていうもの,このがですねその、まあ、ポジティブフィードバックっていうふうに言うんですけどもあることがそれを引き起こしたことがさらにそれ自身を拡大してみたいな形でですね悪循環に入ってしまうっていうそういうケースあるいは、まあ、それは好循環でもあるんですけども。 原因が結果になって結果が原因になるみたいな、まあ、そういうダイナミックスがですね、えー、とても重要な役割を果たしているっていうことを議論しています。でもそのそういうそのダイナミックスっていうものがですね私たちの社会に非常に強く働いてるんですね非線形性っていう形でですねつまり小さな原因が大きな結果につながってしまうっていうことが私たちの社会では常に起きています。でこういういその、 社会において、嘘、ま社会というのはそもそもそういうものなんですけども、そこにですね、この小さな虚偽、そのなんつう、まあ適当なのも当然だよね。嘘そのぐらい適当にやってうまくやるもんだよっていうことが入るということはですね、そのとても危険な悪循環を引き起こしかねない事態なんですね。でまともな感覚でいやいやおかしいだよそれって。例えばだからそのリクルートの今回の件でも。 これはさすがに言わないであるのは良くないですよねっていうふうに言った方がおられますけどもそういう人がですね何人もっともう数人いればですねやっぱりそりゃまずいよってことになって止まってたはずなんですよ。でそういうその、えー、微妙なものの急速な拡大っていうダイナミクスを私たちの社会は持っていますからそれ騙してねあのちょっとぐらい騙していいんだよそらちょっとぐらいそれや 雰囲気悪くなるから雰囲気をくするためにはちょっとぐらい騙していいんだよっていうような考え方っていうのが蔓延しているとその悪循環がですね一気に拡大してしまいそれをです、ね、止める人がいなくなってしまうっていう、まあ、それでそのこのリクルーツって会社はですねこういう事態に至ってるにもかかわらずまだ認識していないこれ非常に危険なことなので、えー、なんかとんでもないことが起きる前兆のような感じがして非常に怖いんですけれども。 そういうです、ね、危険性っていうものを私たちから私たち自身を守り私たちの社会を守るためにですね是非私の,です、ね、この研究を生かしていただければなと思うのでリクルート者の皆さん是非「ぜひ複雑さの生きる」をみんなで買って読んでください。ありがとうございました。